皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の9回目、今回は文字の項と数の掛け算と割り算、これについてお話しします。まず最初に掛け算、次に割り算という順番で説明をしていきます。まず掛け算です。ここに 3a×5 という掛け算の式があります。 3a というのは 3×a のことでしたね。ですから 3×a、 これに5をかけると、こういう計算をしなさいという意味です。この時数字は数字同士で掛け算をするので、並び替えて 3×5×a とこのように考えます。 3×5 は15ですから 15×a となるので、答えは 15a とこうなります。ここで 3×a×5 で数字は3と5と分かっているので、3×5×a と一気にここに持っていっても構いません。で、分かる人はここの部分飛ばしちゃっていいです。次はマイナス 4×8x、 これはマイナス 4×8×x のことですよね。マイナス 4×8、 負の数と正の数をかけるので、答えは負の数になってマイナス 4/32、これに x をかけるのでマイナス 32x と、これが答えです。このように文字式と数の掛け算、これは数同士の積を計算し、それに文字をかけると、このように考えて答えを出します。では練習3問でもう一度確認していきます。括弧1、 3b×-4、 これは 3×b×-4 のことですね。ここでもう数字は 3×-4 って分かっちゃうので、ここで一気に計算してマイナス 12、 それに b をかけるのでマイナス 12b と、1番の答えはこのようになります。括弧2です。3a×6 ですね。3a は3×a×6 とこうなりますね。ここでは分数のとこの6の部分で約分があるので、ちょっと並び替えをします。3×6×a とこうします。この分母の4と6、2で約分できますね。4は2、6は3になって、2/3×3を計算すると 2/9、 それに a をかけるので 2/9a と、答えはこのようになります。括弧3です。×-2a×-7、これはマイナス 2×a×-7 ということですね。数字の部分マイナス 2×-7、 計算すると正の数になって14ですね。で、 14×a なので答えは 14a とこうなるわけです。次は割り算です。割り算の計算には2つの考え方があります。1つ目はまず文字式の割り算、最初に学習した時覚えていますか。例えば a÷b、 これって割るの記号を使わないで分数に、ね、直しましたよね。 b/a とこんな形でした。まずこの方法、これで計算します。ですから 12a÷3、 これを分数の形にすると 3/12a となって、約分をします。3は1、12は4になって、答えは 4a とこうなるわけです。もう一つの方法は
逆数を使って割り算を掛け算に直して計算する、こういう方法です。 12a÷3、 これは 12a×3 の逆数の3分の1と、こんな風に計算できましたよね。ここで分母の3と12、約分すると4になって、答えは 4a と、こうなるわけです。つまり文字式の割り算の場合、分数の形にして計算する方法と、逆数を使って掛け算に直して計算すると、この2つの方法があるということですね。ではこの方法、練習問題4問あるので、これを使って確認していきます。奇数番の方は分数の形を、そして偶数番の方は逆数を使って掛け算に直して計算します。括弧1、 18x÷6、 分数の形にすると6分の 18x、 もちろん約分をしますね。6は1になって18は3になるので、答えは 3x と、こうなります。括弧2、 20a÷-4分の5と、これは逆数を使って掛け算にします。 20a×-5分の4 と、分母と分子ひっくり返したら逆数になりましたよね。ここで5と a の係数の20、約分しちゃいます。5は1、20は4になって、4×-4 はマイナス16、それに a をかけるのでマイナス16a というのが括弧2の答えということです。括弧3、-x÷3、 これは分数の形にします。この時気をつけたいのは、分数の形になってその数にマイナスがついている時、そのマイナスの符号は分数の前につく、つまりマイナス3分の x と、ね、この分数の前にマイナスをつけると、これもすでに学習している、ね、そういうことですけれど、ここでしっかりもう一度思い出してください。括弧4番、 9a÷15、 逆数を使って掛け算にします。 9a×15分の1 です。分母の15と9、約分すると15は5になって9は3になりますから、これは5分の 3a と、これが答えです。この5分の 3a の書き方、ね、分子に 3a が乗っちゃってる形と、もう一つ5分の3と書いて5分の3の分数の後ろに a をつける5分の 3a と、こういう書き方もあります。どちらも正解です。今回は文字の項と数の掛け算と割り算についてお話ししました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。